私のためにこのような引退試合、引退セレモニーを用意していただいた読売ジャイアンツ、原監督さん、コーチの皆さん、スタッフの皆さん、最後まで残っていただき本当にありがとうございます。球団関係者の皆様には1年しかプレーしていないこの私にこのような素晴らしいセレモニーを用意していただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。今日でプロ野球選手として最後の日となりました。今シーズン限りでユニオンを脱ぎます。原監督さんと球団関係者の皆様とのご縁で読売ジャイアンツの一員として今年1年プレーすることができました。結果は出なかったですが、これまでやってきたことを信じて元気を出して一生懸命頑張ることができました。読売ジャイアンツ1年、福岡ソフトバンクホークス17年、この18年という期間は私のにとって夢のような時間でした。本当にありがとうございました。私はジャイアンツに入団して2つの思いを叶えさせていただきました。まずは40歳までプレーするということです。プロ野球に入った頃、とにかく40歳までプレーする、その目標を立て、今回目標を達成することができました。もう一つはプロ野球選手ですが、誰もが野球少年で必ず憧れであったり応援している選手がいたと思います。私の家族は家族全員がジャイアンツファンで、子どもの頃、ご飯を済ませ、勉強を済ませ、野球を終わらせて、テレビの前でジャイアンツを応援していました。東京ドームでジャイアンツの選手がプレーすることが小さい頃、本当に憧れていました。原監督さんの引退試合のホームランは今でも記憶に残っています。当時小学生でした。原監督さん、本当にありがとうございました。18年間という間、たくさんの方と出会い、たくさんの方に支えられて、ここまでプレーすることができました。言葉をお借りして、感謝の気持ちを伝えたいなと思います。まずは両親です。父には野球というスポーツを最初に教えていただき、本当に嬉しく思いました。母には40歳までプレーする丈夫な体に産んでいただき育てていただきました。本当にありがとうございました。これ
これからはですね、たくさんの孫がたちがいるので、孫とゆっくりいっぱい遊んでください。そして家族です。妻とはプロ野球生活のスタートから最高のパートナーとしてスタートしました。今年は単身ということもあり、子供のことを全部任せっきりになってしまいました。昨年までは試合が終われば食事を済ませ、二人でバッティングのことを反省しました。ああでもない、こうでもないと二人で反省しながら次の日の試合に挑んでいました。本当に妻の存在が私のパワーになりました。これからもよろしく。本当にありがとうございました。二人の子供たちへとにかく毎日笑顔で接してくれて本当にパワーをいただき、毎日会うことによって発音の充電ができました。これからは一人の父親としてしっかりサポートしていく側からサポートしていく側へ回りたいと思います。これからもよろしく。本当にありがとう。もう一人は双子の兄です。小学校、中学校、高校と同じユニフォームを着て同じ目標に向かって野球していました。常に兄が一つ前に存在でした。兄のおかげで今日までプレーすることができました。これからはですね、双子の兄としてこれからもよろしくお願いします。本当にありがとう。アツオという言葉にも感謝の気持ちを伝えたいと思います。アツオという言葉に出会い、ジャイアンツでもアツオという言葉とともに頑張ってきました。今でも私の大好きな言葉です。これからもよろしく。ありがとう。ジャイアンツファンの皆さんにも感謝の気持ちでいっぱいです。1年しかプレーしていないこの私に、東京ドームでもジャイアンツ球場でも常に大きな声援をいただきました。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ファンの皆さんに2つお願いがあります。ジャイアンツには目をギラギラ輝かして頑張っている選手がたくさんいます。私も若い頃ファンの皆さんの声援で成長することができました。来シーズン以降、そういった選手たちの成長もファンの皆さんの声援で変わってくると思います。選手を高く見守ってあげてください。よろしくお願いします。
長さん、ハヤト、マル君、セイジ、スグノ君、侍ジャパンで同じユニフォームを着て頑張ったメンバーとまたジャイアンツのユニフォームでプレーできたこと本当に嬉しく思います。ありがとうございました。これからも自分らしく頑張っていってください。もう一つあります。私はジャイアンツユニオンを着てこの東京ドームでホームランを打って発音するという夢を持ちながら練習しました。この夢に関しては叶うことができず現役を終えますが、最後皆さんで最高の発音で締めたいと思います。せーのって言うので、右手を高く上げてやっていただけたら嬉しいと思います。よろしいですか。カモン、よろしくお願いします。最高の最高の発音をよろしくお願いします。いきます。はい、せーの、アウト。ユニフォームを脱ぎます。私の野球人生、皆さんのおかげで本当に熱く幸せな男松田信弘にしていただきました。本当に18年間ありがとうございました。続きまして、原監督より花束の贈呈です。
続いてチームメイトを代表して長野選手お願いいたします。続いて松田選手のご長男一佐さんとご長女レイさんです。ありがとうございました。それでは今一度松田選手に